おはようございます。さあ今日はで今日もいつも一緒ですけどベーコンがついております。スープ、ヨーグルト、いただきます。今横からネズミさんからこれ最近はかぼちゃスープじゃなくてコーンスープだよという指摘がありました。いやどっちか微妙にわからないから濁して言ってたんですけどかぼちゃがなくなったから。あ、そうなんだ、うん、かぼちゃがなくなったから最近はコーンスープ作ってるみたいです。なんか最近カン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 言わないから観察を怠ってましたが、なんかついに上物を作り始めてる気がします。最終的にはスタジアムが見えなくなりそうな気がして、この景色は今のうちに堪能しておきたいです。これ以前コーヒーのこのシーン撮った時に水は使い切った方が衛生上いいですよというアドバイスをいただいたんで、最近はこのコーヒー時に一回全部水を入れ替える感じで、使い切ってます。最近デカフ飲んでも、まあデカフだからかもしれないですけど特に調子がいいです。ここでまた調子に乗ってコーヒー飲んでると良くないから1日1杯厳守で行きたいと思います。そうそう、忘れないうちに昨日のこのマイクについての感想を少しだけ述べておこうと思います。まあ連続散財小説なんでこう話が続いていくんですけど、これマイク、あ、ちなみにこのケーブルは昨日はこの付属の紙のケーブルまとめを使って、つけたんですけど、まあ、外してこの本体をぐるっとこのマイクの周りをぐるっと囲むようにしたらなんかよりシンプルに、なんかちょっとマフラー巻いてるみたいな感じですけど、こんな感じでよりスッキリとケーブルをまとめることができました。結構意図してこうできるようなこんな感じの長さで、結構意図的に長さも計算されてる気がしますね。いい感じです。で、やっぱり、なんといっても、これマイク電源使わないでいいし、ほんと差しっぱなしで使えるので、で、コンパクトなんで、めちゃくちゃ昨日撮っててよかったんですけど、やっぱり編集して実際の音がどうかっていうところが、一番昨日は気になってたんですが、実際編集してみると、個人的には音、十分合格ライン超えてるどころか、むしろ良くないですかってちょっと思ったんですよね。特にフロントから撮ってる時は、かなり気持ちなんかこう、低音が熱いというか、こう、いい声に聞こえる感じで、ソニーのやつの方が全体フラットな感じで、まあこれだけ聞いてるとやっぱり明瞭感があってすごい聞きやすいんですけど、なんか比べてみるとこっちの方がちょっとなんか、いい音感もしない、ちょっとこう声が、厚みがあっていいかなって思ったりもして、ただやっぱり後ろから撮るとだいぶ音がボリュームが下がっちゃうんで、最初編集してる時はやっぱりちょっと後ろから厳しいかなと思ってたんですけど、最後編集で全体のボリュームをこう調整した時に、意外と後ろの音もきっちり持ち上がってくれたんで、まあこの α7C においてはもうこのマイクでいいかな。最悪このマイクうまくいかなかったら、ソニーの紙マイクに買い直さないといけないかなってちょっとリスクがあるなと思ってたんですけど、もうこのカメラはこの設定、レンズももうこれですね。もうなんかいきなり正解が出た感じで、もうこれでこれ完成形じゃないでしょうか。これでサブカメラ確定、もうこれでいこうと思います。これで結構お出かけも撮れちゃうとなると、いろいろまた僕の環境が変わってしまうんですけど、何せ 7C はこのなんていうんですかね、カタログスペック以上の愛着感というか、すごい使ってて愛おしい感がめちゃくちゃいいです。結構立ってるよ。え、これ食べれない？ん、これはいける。カヌレは何、カヌレってカヌレじゃないの？これカヌレって書いてあった。カヌレの聞いたことないなと思って。
なんかさ、生きてんじゃねえみたいなオーラ出してくるけど、固有名詞がカヌレなんだよ、カヌレなんだよ意味わかんない。こっちはもう厳しい？私食べるけど僕も気にしません。ちょっともうおやつ、3時のおやついただきます。ちょっとこの今日コメントいろいろ拝見してたら、やっぱり皆さんもこの MKE200 のこのってこの MK200 のマイク結構評判がいいんで、そうなんですよね。僕も結構こっちの音の方がまろやかで、まあ、結構ソニーのやつはほんとフラットなんですけど、こっちの方はちょっとまろやかというか低音が豊かで、僕結構このマイク悪くないなと思ってたら、本当にコメントでも同じような意見を、たくさんいただいてたんで、いや、これはちょっともうちょっと真剣にレビューしなきゃいけないなと思ったんで、ちょっと今これ、α7S3 に1635の GM レンズと、紙マイク、ソニーの紙マイクをつけてますけど、ちょっとここに横に、まあ、レンズとか全然違うんで、あ、せめて1635で合わせますか。ちょっと画質の比較にはならないんで、あくまでもマイク比較っていう観点で見ていただきたいですけど、ちょっと一応同じ画角にして横に並べて取り比べてみますか。はい、じゃあちょっと今一応まだこれ α7S3 に 1635GM レンズと、紙マイク、ソニーの純正紙マイクつけて撮っていて、一応指向性は今全方向にしてますね。僕は基本的にあんまり設定切り替えるのがめんどくさいんで常に全方向にしていて、撮っています。で、はい、こちらは今度 α7C に切り替えまして、マイクは α7C につけたこのゼンハイザーの MKE200 ですね。これを頭の上に乗っけて、これはショットガンマイクなんで、基本的には全部前の方向の音をきちんと取るモードで、まあ、モード切り替えとかないんで、もうこれしかないんですね。で、正面取ってるから一番音はよく取れてるはずです。なんかフェアかどうかが分かんなくなってきたんで、一応今これで、今度は、α7S3 の方は、同じようにショットガンモードですね。これもフロントの音しか取らないようにしてます。あの、全方向にしてると結構反響音とかも響いちゃうんですけど、これはフロントにしたんで、基本的にはゼンハイザーのやつと同じようなモードになってるはずなんで、この音と、はい、こちら、α7S3 に、違う α7C に MKE200 を乗っけた音と、このマイクの音とこのマイクの音、この二つを聞き比べていただいて、どっちが、まあ、いいか悪いか結構好みになるとは思うんですけど、まあでも少なくとも、音の傾向とか、聞き心地の違いは、一応実験できるんじゃないかなと思っております。多分このモードで撮ってたら、Vlog 的には、こっちの MKE200 の方が、多分使いやすいんですよね。周りの音拾わないんで、反響音も減るし、まあもちろん、こっちのソニーのやつも、もちろんモードが切り替えれるんで、ショットガンマイクにして自撮りの時にすればいいんですけど、やっぱりモードの切り替えっていうのは本当にオペレーションミスを招くので、Vlog ではもう本当に僕はおすすめしてなくて、危険だと思ってるんで、まあ基本的には、こっちのマイクは全方向、全指向性にしておいて、もうこっち側はしょうがないですよね。切り替えがないから。もうやりようがないから、本当は後ろから出す音は、ちょっと苦手なんですけど、音がね、どうしてもちっちゃくなっちゃうんですけど、まあそれでも、もう割り切りです。ただやっぱりボタンのスイッチが、マイク自身に何のスイッチもないので、オペレーションミスするっていう不安がないっていうのも、これは実は大きなポイントですね。電源を取らなくていいっていうのももちろん大きなポイントですし、スイッチがないから、絶対に誤動作することがないんですよね。もうせいぜいあるとしたら、マイクプラグが抜けてるっていう時ぐらい。マイクプラグが抜けてて、音が取れてないってことはあり得るんですけど、まあでも一応今オーディオメーターを出しながら基本的には使ってるから、まあそこ見れば早々気づくんじゃないかなと。まああと見ていただいても、この本体側に、マイクの本体側にはネジ回しで、きっちりくっつけられるようになってますし、カメラ本体にも結構バネでビヨーンって引っ張られた状態で刺されてるんで、早々なことがなければ抜けるって感じはないかなと。本当にマフラーを巻いてるみたいな感じになってて、もうこれはこれでなんかおしゃれなんじゃないかとだんだん自分で
思い込むようにしてます。はい、ということで、また7S3 に戻しましたけど、ということでマイク比較としてはまあなかなかこれはね、まさかのダークホース出てきましたよ。紙マイクにこう、正面から立ち向かう、マイクが出てきましたので、どうなるか非常に楽しみです。この編集、この動画の検証以下によってはちょっと変わるかもしれないですよね。アルファ7S3 にこの MK のマイクつけても同じように、 α7S3 もマイクのところだけドアが開けられていい感じにこうマイク入力できるんで、まあ、7C 並みのこのすっきりとした装着はできるんですよね。そしたらやっぱり 7S3 だってちょっとでもこうコンパクトになると、それはそれでメリットが出てくるんで、これはね、っていうかはよくば 7C に 7S3 にこのマイクつけて、このゼンハイザーの方のマイクつけて、で 20mm でつけたら外にも持ち出せるんじゃないか説、ちょっとそれまた話変わってくるな。結構 α7C 自体も、なく 7S3 だけで家撮りも外撮りも完結するみたいな、それ結構ありえる気がしてきたな。ちょっとそれはそれでどうなんだっていう感じになってますけど、まあそんな感じでマイクの検証です。さあ、じゃあちょっとこうなってくるともうちょっとだけ実験もしたくなってきますね。今度後ろからあえて撮ってます。今ちょっと絵的には非常に地味な状態になってますけど、 α7S3 の後ろからこの紙マイクを全方向指向性、全指向性にして、まあ後ろからも横からも、全て均等に音が取れる状態にして、音を入力してますね。この状態で喋りかけてみた時にどのくらい音が取れてるか、まあもちろんね、この全指向性なんで、この紙マイク、ソニーの方のマイクはもう本当にどこからでも、等しく綺麗に音を取ってくれるんで安心なんですけど、いかがでしょうか。でじゃあ一方で、こちらはゼンハイザーの MK200 を α7C の方につけて後ろから撮ってます。で何度もこれしつこいですけど、これはあのマイクの特性上、基本的に前からの音、正面からの音だけを一番取るようになっていて、一応後ろからの音も、少し反応するようにはできてるんで、今レベルメーター見てる限りは特に今ここ非常に静かな状態で撮ってるんで、十分音は、取れてると思うんで、これまあ、レベル的には全く問題ないと思うんですけど、先ほどのあの正面から撮ってるのに比べるとまあ少し音は悪くなってるかなと。ただまあ Vlog で運用すること考えて、トータルの利便性考えると、昨日実験した限りは本当にこれ十分な、音質取れてるんじゃないかと思っていて、ただ実際やっぱり後ろから撮る方が明らかにレベルは正面から撮るより低いんで、編集時にちょっとだけあのレベル調整はした方がいいです。まあ今時あのダヴィンチだろうがプレミアだろうが、あのノーマライズ機能みたいなのがあって、タイムラインで一括でクリップ選んで音を大体同じぐらいにしてくださいって設定すると、まあ、勝手に調整してくれるんで、これはほとんど手間にはならないんで、僕の中では、マイナス要素ではないんですけど、まあ、ただ一応音のレベル調整は必要だということはコメントしておきます。ちなみにこれせっかくだから横に回ってみますか。今ちょうどちょっと絵的には分かりにくいですけど、ゼンハイザーのマイク、正面から見て右真横から、まあ、大体20センチくらいの距離で話しかけてますね。この状態でどのくらい音が減衰するのかもちょっと気になりますね。このマイクは多分横からの音はすごい、レベルが下がるんですよね。だから多分横からの音、これから後ろに回る音、これで結構音のレベルが変わってくるんじゃないかなと思ってます。正面からのはまあさっきのやつ。でも、まあ調整時に僕の場合はこれを、まあ Vlog 用途を想定して、レベルは横の時も縦の時も基本的には調整しようと思ってるんで、もしかしたらそこまで、最終的な動画で見ると、レベルの音量差は聞き取れないかもしれないですね。じゃあ最後にこれソニーの方も、今まだ後ろにいますが、今度、正面から見て左、
90度真横から声をかけてる。距離はだいたい同じぐらいで撮っていて、まあ真横、左真横から垂直に音をマイクに向かって話しかけています。まあ、このマイクは何度も言うように全指向性なので、この周りをぐるーっと、今動いてますけど、ぐるーっと回っても多分レベル感とか変わらないんですよね。今ちょっと後ろ、こうだいたい同じぐらいの半径の中で動いて音を取ってますけど、多分音はそんなに変わらないんで、まあレベルをね、自動でレベル調整してくれるっていうのも、この紙マイクの強みではあるんで、こっちのね、今 MKE200 の方は、これはレベル調整は手動です。今、だいたい、手動でレベル16ぐらい、入力レベル16ぐらい、α7C の時の値ですけど、16ぐらいにだいたい合わせて撮ってますけど、そこは、自分で調整する必要があるんですけど、こっち側のソニーの紙マイクは、そのレベル調整すら意識せずに、完全にお任せでデジタル収録できるっていう意味では、まあやっぱり機能的な神がかりとはちょっと強いけど、まあ、Vlog でそこまでいるかどうかって言われると、まあ、確かに、かなり MKE200 はいい仕事してると思います。ということで、なんか今日はなんだかこのマイクがあまりにも気に入りすぎちゃって、追加検証してしまいましたが、ちょっとでも参考になれば幸いです。何せしつこいですけど、この見た目が本当にこのね、ハマりの良さがめちゃくちゃ気に入りました。てか、マイクのデザインがちょっとかっこよすぎるんですよね。これ、ケーブルの色のセンスといい、すべてがちょっと、もうセンス良すぎた。かっこよすぎたんで、結構これで、これを持って歩くのがテンション上がるっていう、そういう、強みもありますね、このマイクは。ただなんかまだ僕日本でもついに発売開始されたって、なんかどっかで見たような気がしたんですけど、確かに日本語のレビューちょっと出てきてますけど、まだどうも日本での発売はまだ決まってないみたいで、実際にちょっと昨日もちょっと調べてみたら、日本のサイトリンクはなかったんで、もしかすると今はまだちょっと手に、こんだけいいよって、ほんとこれこそなんか一番意地悪ではになっちゃいますが、まだちょっと買えないみたいなんで、ちょっとそこは様子を見た方がいいと思うんですけど、でもまあゼンハイザーさん世界的にね、製品出してるんで、多分近いうちに出てくるとは思うんですが、結構ポータブルで、使い勝手よく、そして音のいいマイクをお探しの方には、これはかなり安いしね、何せ1万円で買えるっていう、まあ想定ですけど、99ドルで買えるっていうのはかなりコスパ高いと思うんで、ちょっと、新時代の Vlog 標準マイクとして、これ結構いい仕事してるんじゃないかなというふうに思ってます。もうちょっと積極的にいろいろ 7C と一緒に使ってみて、まあ、外ももっと風が強い時にあえて風防をつけずにこの状態で撮ってみるとか、まあ、もっとやってみるといろいろ分かってくることがあると思いますので、ぜひこのチャンネル、こういう感じで日々の生活の中でちょっとずついろいろ検証しながら、こういうガジェットについて語っていってますので、ちょっと一発のレビューで全部完結することはないんですけど、よかったらチャンネル登録して高評価いただければ幸いです。そうこれ今日すごいものもらったんですよ。これちょっと見せたい。ここでちょっといいですか、これちょっと注目しておいてください。いきますよ。じゃんじゃんじゃんじゃじゃーん、すごーい、ドリキンパンいただいちゃいました。これめちゃくちゃ完成度高くないですか。すごい感動、ありがとうございます。これちょっと切るのすごいもったいない感じ。And I start to clap.